おかえりなさい、先生のひろこです。日本語ひろこはみんながいろんな教材を使って楽しみながら日本語を勉強する図書館です。どうぞごゆっくり。今日は日本の有名な文学者の作品を読みます。皆さんは猫を飼ってますか？私は黒い猫を飼ってます。だからこの話はすごく面白いです。Parce que c'est écrit au début du XXe siècle, il y a plusieurs de mots, plusieurs de structures de la phrase qui sont un petit peu vieux. C'est pour ça que j'ai changé des phrases, j'ai coupé les phrases en deux ou trois quand il y a longues phrases. Je vous montre le texte sur l'écran. Premièrement, sans traduction française et après ça, on va écouter le texte avec la traduction française. C'est parti, itte miyou. Natsume Soseki. Wagahai wa neko de aru. Wagahai wa neko de aru. Namae wa mada nai. Doko de umareta ka mattaku wakaranai.薄暗いじめじめしたところでにゃーにゃー泣いていたことだけは覚えている。吾輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くとそれは学者という人間の中で一番凶暴なものらしい。この学生というのは、時々我々猫を捕まえて煮て食べるようだ。しかし、その当時は何も知らなかったから、別に怖いとも思わなかった。この時が、いわゆる人間というものを初めて見た時だ。この時、妙だなぁ、と、思った感じを今でも覚えている。第一、毛で飾ってあるはずの顔がツルツルしてまるで夜間だ。顔の真ん中があまりに盛り上がっている。そうしてその穴の中から時々プープーと煙を吐く。それを吸い込んでしまうと、むせてしまって困った。やっと最近、これが人間の吸うタバコだということを知った。ジメジメ、オノマトペ、コンディションユミルエアンコンフォルタブル、フワフワ、ムエゴンフレ、オブジェレジェフロトンエデリボン、ツルツル、Surface lisse et brillante. Marudé, quelque chose ressemble tellement à une chose d'autre. ふと気がつくと学生はいない。たくさんいた兄弟が一匹もいない。肝心の母親さえいなくなってしまった。その上、今までのところとは違って明るい。何か変だなぁ、と思い、のそのそ這い出してみると、とても痛い。吾輩は、藁の上から急に、笹原の中へ捨てられたのである。やっと笹原から這い出すと、向こうに大きな池がある。泣いたら学生がまた迎えに来てくれるかと思った。にゃー、にゃー、と試しに泣いてみたけれど、誰も来ない。そのうち、池の上をさらさらと風が吹いて日が暮れてきた。お腹が減ってきた。泣きたくても声が出ない。
仕方がない。何でもいいから食べ物のあるところまで歩こう。と決心した。ここへ入ったらどうにかなる。と思って、竹垣の崩れた穴から、とある庭内に潜り込んだ。もしこの竹垣が破れていなかったなら、我が輩はついに道端で餓死したかもしれない。さて、屋敷へは忍び込んだものの、これから先どうしていいかわからない。そのうちに暗くなる。腹は減る。寒さは増し、雨が降ってきて、もう時間がなくなった。仕方がないから、とにかく明るくて暖かそうな方へと歩いていく。ここで我が輩は学生以外の人間を見た。おさんである。これは前の学生より一層乱暴だった。我が輩を見ると、いきなり首筋をつかんで表へ放り出した。ひもじいのと寒いのにはどうしても我慢できない。我が輩は再びおさんの隙を見て台所へ這い上がった。すると間もなくまた投げ出された。我が輩は投げ出されては這い上がり、這い上がっては投げ出され、何でも同じことを四五回繰り返した。我が輩が最後につまみ出されようとしたときに、このうちの主人が、うるさい、なんだ、と言いながら出てきた。下女は我が輩をぶら下げて主人に見せた。この野良猫がいくら出しても出してもお台所へ上がってきて困ります。主人は鼻の下の黒い毛をひねりながら我が輩の顔をしばらく眺めていた。やがて、そんなんなら中へ置いてやれ。と言ったまま奥へ入ってしまった。下女は悔しそうに我が輩を台所へ放り出した。こうしてついにこのうちが自分の住処になった。餓死、mourir de faim、乱暴な、violon、我慢できない、insupportable、野良猫、chat errant、住処、lieu d'habitation。我が輩の主人は、めったに我が輩と顔を合わせることがない。職業は教師だそうだ。学校から帰ると、終日書斎に入ったきり、ほとんど出てこない。家の者は大変な勉強家だと思っている。当人も、勉強家であるかのごとく見せている。しかし実際はうちの者が言うような勤勉家ではない。我が輩は時々こっそり彼の書斎を覗いてみる。彼はよく昼寝をしている。時々読みかけてある本の上によだれを垂らしている。彼は胃が弱くて、淡い黄色の皮膚をしている。活発じゃない様子だ。それなのに大食いだ。たくさん食べた後で、タカジアスターゼを飲む。飲んだ後で書物を広げる。2、3ページ読むと眠くなる。よだれを本の上へ垂らす。これが彼の毎晩繰り返す日課である。
我が輩は猫ながら時々考えることがある。教師というものは実に楽なものだ。人間に生まれたら教師になろう。こんなに寝ていて務まるなら猫にもできる。それでも主人に言わせると教師ほど辛いものはないそうだ。彼は友達が来るたびに何とかかんとか不平を言っている。よだれ、バウ、大食い、グロットノリ、日課、ルーティンコチジェン、勤める、トラバイ、何とかかんとか、ブラブラブラ、マッシャン、ニャ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 。もしこのビデオが好きだったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。ありがとうございます。我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたか全くわからない。薄暗いじめじめしたところでにゃーにゃー泣いていたことだけは覚えている。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くとそれは学者という人間の中で一番凶暴なものらしい。この学生というのは時々我々猫を捕まえて煮て食べるようだ。しかしその当時は何も知らなかったから別に怖いとも思わなかった。この時がいわゆる人間というものを初めて見た時だ。この時妙だなぁと思った感じを今でも覚えている。第一、毛で飾ってあるはずの顔がツルツルしてまるで夜間だ。顔の真ん中があまりに盛り上がっている。そうしてその穴の中から時々プープーと煙を吐く。それを吸い込んでしまうとむせてしまって困った。やっと最近、これが人間の吸うタバコだということを知った。ふと気がつくと学生はいない。たくさんいた兄弟が一匹もいない。肝心の母親さえいなくなってしまった。その上、今までのところとは違って明るい。何か変だなぁと思い、のそのそ這い出してみるととても痛い。我が輩は藁の上から急に笹原の中へ捨てられたのである。やっと笹原から這い出すと向こうに大きな池がある。泣いたら学生がまた迎えに来てくれるかと思った。にゃー、にゃーと試しに泣いてみたけれど誰も来ない。そのうち池の上をさらさらと風が吹いて日が暮れてきた。お腹が減ってきた。泣きたくても声が出ない。仕方がない。何でもいいから食べ物のあるところまで歩こう。と決心した。ここへ入ったらどうにかなる。と思って竹垣の崩れた穴からとある庭内に潜り込んだ。もしこの竹垣が破れていなかったなら、我が輩はついに道端で餓死したかもしれない。さて、屋敷へは忍び込んだものの、
これから先どうしていいかわからない。そのうちに暗くなる。腹は減る。寒さは増し、雨が降ってきて、もう時間がなくなった。仕方がないから、とにかく明るくて暖かそうな方へと歩いていく。ここで吾輩は学生以外の人間を見た。おさんである。これは前の学生より一層乱暴だった。吾輩を見るといきなり首筋をつかんで表へ放り出した。ひもじいのと寒いのにはどうしても我慢できない。吾輩は再びおさんの隙を見て台所へ這い上がった。すると間もなくまた投げ出された。吾輩は投げ出されては這い上がり、這い上がっては投げ出され、何でも同じことを四五回繰り返した。吾輩が最後につまみ出されようとしたときに、このうちの主人が、うるさい、なんだ、と言いながら出てきた。下女は吾輩をぶら下げて主人に見せた。この野良猫がいくら出しても出してもお台所へ上がってきて困ります。主人は鼻の下の黒い毛をひねりながら吾輩の顔をしばらく眺めていた。やがて、そんなんなら中へ置いてやれ。と言ったまま奥へ入ってしまった。下女は悔しそうに吾輩を台所へ放り出した。こうしてついにこのうちが自分の住処になった。吾輩の主人はめったに吾輩と顔を合わせることがない。職業は教師だそうだ。学校から帰ると終日書斎に入ったきり、ほとんど出てこない。家の者は大変な勉強家だと思っている。当人も勉強家であるかのごとく見せている。しかし実際はうちの者が言うような勤勉家ではない。吾輩は時々こっそり彼の書斎を覗いてみる。彼はよく昼寝をしている。時々読みかけてある本の上によだれを垂らしている。彼は胃が弱くて淡い黄色の皮膚をしている。活発じゃない様子だ。それなのに大食いだ。たくさん食べた後で、タカジアスターゼを飲む。飲んだ後で書物を広げる。二、三ページ読むと眠くなる。よだれを本の上へ垂らす。これが彼の毎晩繰り返す日課である。吾輩は猫ながら時々考えることがある。教師というものは実に楽なものだ。人間に生まれたら教師になろう。こんなに寝ていて務まるなら猫にもできる。それでも主人に言わせると教師ほど辛いものはないそうだ。彼は友達が来るたびに何とかかんとか不平を言っている。どうでしたか？質問どしどしください。もしやってほしい動画の内容があったらリクエストください。最後まで見てくれたあなたはもう日本語ひろこの勉強仲間ですね。まだまだ寒いので
体に気をつけましょう。また次のビデオでお会いしましょう。